城の山古墳は新潟県体内市にある古墳。形状は円墳。国の史跡に指定されている。水田地帯の中に飛行5メートル程度の墳丘部が残り、長部には祠らが祀られている。4世紀前半に築造。前期古墳時代のものとしては日本海側最北端であると目されている。1995年以降。 地元の教育委員会の手により調査が実施され、2012年からは副葬品の発掘調査が行われている。監修編部に赤色の顔料が大量に用いられていること、多くの副葬品などから大和朝廷が東北方面へ進出していく過程の手がかりになり得るものとして位置づけられている。この城の山古墳は長らく直径約39メートルの 円墳とされたが、2014年の調査で、円形部周囲に、この字型の溝の遺構が見つかったため、前方後円墳とする見解が示されていた。しかし2015年の継続調査において、溝が後世のものと判明し、他に前方後円墳の要素も見つからなかったため、現在では前方後円墳の可能性は否定されている。竜を浮き彫りにした同鏡が出土。 このデザインは1世紀から3世紀頃の中国に見られるものであり、日本では珍しい。古墳の築造年代とずれているため、中国から直接持ち込まれたものではなく、大和朝廷を介して地域にもたらされたものと考えられている。弓に取り付ける鉄製の金具。以前に長野市の大星山古墳から出土したものを上回る年代であり、2012年現在。 日本最古の出土品。悲水性まが玉、太刀、鉄符など。平成31年2月26日文部科学省。国時代20号。史跡等の指定等について。新潟、城野山古墳は、前方後円墳日本海側最北。47ニュース、共同通信。オリジナルの2014年12月4日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s a r c h i v e i t s 2 0 1 4 1 2 0 4 0 4 5 3 1 0 h t t p w w w 4 7 n e w s j p c n 2 0 1 4 1 1 c n 2 0 1 4 1 1 1 2 0 1 0 7 8 h t m l 2 0 1 4年12月4日閲覧新潟。 城野山古墳、前方公園墳は、誤り継続調査で判明。毎日新聞。オリジナルの2015年9月8日、時点におけるアーカイブ。https コロンスラッシュスラッシュアーカイブスラッシュ20150908125228スラッシュ httpmyinich.jp、セレクト、ニュース、2015908k000。 メートル 04004000CHTML2015 年9月8日閲覧。中国、山戸政権を経て、新潟の古墳に同居。読売オンライン、オリジナルの2013年1月21日時点における、アーカイブ。 https://archive.is/.20130121140324/http:// <ッ> w w w 読売 COJP ナショナルカルチャーニュース2013115イト 1t00337 htm 2013年1月15日閲覧ありがとうございます